日本東京都杉並区下井草下井草は東京都杉並区の地名。現行行政地名は下井草1丁目から5丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は167-0022。杉並区の北部に位置する。北を西部新宿線、西をカンパチ通り、南を早稲田通り。 東を中杉通りに囲まれた東西に細長くやや東南方向に広がった四角形の北東部を切り替えた形状の範囲にあたる。おおむね東南部を一丁目として東から西へ二丁目から五丁目が並ぶ。北辺を走る西部新宿線を境として北は井草に隣接し西は環八通りを境として上井草に南は早稲田通りを境として 清水、本阿沼、東南部では、中杉通りを境として、阿佐ヶ谷北に、それぞれ隣接する。北東部の霧かきは、中野串羅詐の一部である。地内東南部を、西南から東北へ流れる明生寺川は、一丁目と二丁目の境界となっている。地域の西部にはかつて、明生寺川支流のイグ川が流れていたが、現在は暗渠化されている。 主に住宅地として利用されている、小木久保警察署の管轄内にあたる、江戸時代の多摩郡下井草村の流れを汲む地名である。下井草村は、江戸時代初期に井草村が上井草、下井草に分かれることで成立した。ただし、江戸時代の下井草村の範囲は、現在の下井草の範囲とは異なっており、より広い範囲を指した。 現在の下井草の大部分に加え、清水、井草、上井草の東部が、かつての下井草村である。現在の下井草一丁目は、江戸時代の天沼村の一部であった。1889年の町村静止港により、上井草村、下井草村、上小木久保村、下小木久保村が合併し、東多摩郡代木村となった。余木は、 井草の糸おぎ久のおとを組み合わせたもので、現在のよぎ駅に名を残している。また、天沼村は、杉並村に編入された。1924年に、杉並村、1926年に、よ木村が、それぞれ調整を施行し、杉並町、よ木町となる。1927年には、川越鉄道、村山線が開通し、下井草駅、よ木駅が開業する。 1932年、豊玉郡杉並町、伊尾木町は、東京市に編入され、杉並区の一部となる。1963年、住居表示の実施により、従前の下井草町に、向井町他の一部を合わせた区域を、現行の下井草1丁目から5丁目とする。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地域内には、西部新宿線下井草駅とよ木駅がある。最寄り駅は、地域東部では、阿佐ヶ谷駅、鷺欺宮駅、地域中部では、下井草駅、地域西部では、よ木駅となる。AB、町長別世帯数及び人口。杉並区。2017年12月26日閲覧。 AB 郵便番号日本郵便2017年12月26日閲覧市外局番の一覧総務省2017年12月26日閲覧竹内誠編東京の地名由来時点区立学校学区域一覧杉並区2017年12月26日閲覧ありがとうございます